私たちがどれほどステレオタイプ、要するに先入観とか思い込みとか固定観念とかレッテルにですね、毒されているか、道徳っていう言葉もそれなんだっていうことをカッパした恐るべき経が、ロランバルト先生の道徳性と道徳についての話です。 はい。ロラン・バルト先生は、フランスの哲学者で、記号学者で、批評家で、高等研究実習院の教授で、コレージド・フランスの教授で、作家でもあり。というのもですね、バルト先生は自分も他者も限定するということや、決めつけるっていうことが大嫌いだったんですよ。そもそも、言語で言い表すことなどできないとしつつも、言語を愛したっていう方だったんですね。早速ですが、今回は、二項対立。 道徳性、道徳、第一の道徳、第二の道徳、その他の話をさせていただきます。まずは二項対立です。二項対立というとですね、ポスト構造主義者は元より、そうでなくても評判悪いわけですよ。 片方がですね、片方より優越しているとかですね本来的であるとかそしてもう一方は本来的であるものから派生したものだといったような区分をですね一方的に設定してるじゃないかって言われるんですよももちろんんんバルト先生もそななことは承知なんですよ。でもですねバルト先生は二項対立という概念装置が好きだって言うんですねそしてこのように言われます たった一つの際によってあらゆることが言えるということが彼の中に、彼の中っていうのはバルト先生のことなんですよ。一種の喜びを絶え間ない驚きを引き起こすのであったっていうんですね。たった一つの際ってどういうことかというとですね、これなんですよ。道徳性と道徳です。道徳性と道徳はたった一つの際によって全く違うものになるって言ってるんですね。そして先生はこのように言われます。 道徳性は道徳とまさに相反するものとして理解されなくてはならないって言ってるんですよ。つまり、私たちが道徳だと思っているものは実は不道徳だって言ってるんですね。そんなことがあるんですかと。バルト先生はイエスって言うんですね。で、その不道徳には3つあるんだって言うんですよ。それではまず、第一の道徳という名の不道徳です。これはですね、 多数派の道徳、凡庸、平坦であることの道徳であるって言われるんですよ。先生はそのことを独さと表現されるんですが、独さとは世論であり、多数派の精神であり、プチブルのコンセンサス、自然の声、先流感の暴力であるって言われるんですね。プチブルっていうのはプチブルジョアのことですね。要するに、上手に世渡りした人のことでしょう。つまり、第一の不道徳というのは、 多数数派派による少数派や個人へのの押し付けのことなんですね。それでは次に第2の道徳という名の第2の不道徳についてですがこれはですねバルト先生は少数派の道徳あるいは政治的またあるいは科学的厳格さの道徳って言われまして第1の道徳のような多数派からの押し付けではなく少数派からの押し付けのことで政治的というのはですね 権力を持った者による何々をせよっていう要求を課す言説のことで、科学的っていうのはですね、科学がですね、自らの普遍性、客観性を無根拠に自負するあまり、個人の価値観、評価を排除してしまうっていうところから来てるんですよ。つまりですね、他者性を認めないっていう態度なんですね。それでは最後の不道徳です。先生はこれをですね、言語活動の道徳って言われるんですよ。 噂話はあの人を彼、彼女に還元してしまう。そしてこの還元に私は耐えられないのだ。あの人は私にとって彼でも彼女でもない。あの人はあの人自身の名前でしかない。その固有名詞でしか。第三認証代名詞は悪意のある認証代名詞である。それは非認証代名詞であり、不在にし、消し去るものなのだ。一般的なディスクールが私のあの人を占領し、ディスクールというのは言語表現のことですね。 あの人をそこにいないすべてのものに適用される正規のない普遍的な代替物にして私に返すとき私にはあの人が死人のように還元されたもののように言語の巨大な霊病の壁のところの骨粒の中に整理されたもののように見えるのだ私にとってあの人は支持対象にはなり得ないだろうあなたは絶対にあなたでしかありえないのだ私は他者かあなたについて話すことを望まないって言われるんですね ここで先生が言わんとされていることはですね、人間というのは誰しもですね、言語によって語れるものではないっていうことなんですね。そのほとんどを省略し、ごく一部を誇張したりですね、つなげ合わせたり、そんなやり方で自分を語るにしても他者を語るにしても、それは不道徳だろうっていうことなんですね。それでは、道徳という名の不道徳ではない、道徳性とは何なのか、バルト先生はこのように考えています。 個別性、単独性の尊重なんですね。つまり、自他ともに、丁寧に扱う、慎重に扱うってことですね。大切にするってことなんですよ。いやー、さすがバルト先生。お見事ということで、今回は、ロラン・バルト先生の、道徳という名の三つの不道徳、道徳というステレオタイプの話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さよなら。